久保さん。いやー、ちょっとね、お客さんにちょっと会ってきたんですけど、1時間50分か40分対談しまして。もう映画化と。すごく学びがありましたね。学びが。いやー、なんかね、いつも、なんか、最終的になんかもうクロージングされてんじゃないかみたいな。いつも自分が言っていることを、なんか他人から言われることはあんまないじゃないですか。だからハッとして、ああ、俺もできてないみたいな。やっぱこう、人と会うっていうのはね、やっぱ大事っすね。山本太郎さんにちょっとかけると、やっぱこう一人一人にこうね、演説してね、届けてるっていうのはすごいなと思いますよね。やっぱ泥臭い、なんすかね、泥臭いこの、大事っすよね、このご時世。ね、別にズームでも何でもできるんだけど、なんか、大事だなと思いますね。その泥臭い活動っていうのは。だネットも大事だけど、ネットももちろん使えるっていうのはすごく、利便性もあるし、いろいろあるんですけど、やっぱ人と人ですからね。山本太郎さんが人を動かしてる理由って人なんですよね、多分。そう。なんか言葉がうまいとかじゃ、言葉がうまいっていうのはもちろん一理あるんだけども、その人なんですよね、多分。人柄というかね。日本語で言うのは人柄かな。それは細かく言うといろんなものがあると思いますけど。久保さんが、令和新選組から、行く場合は、一票入れますんで、はい。比例でしたっけ？なんか、ちょっとよくわかんないんで、また言っていただければ、指示通りに動かせていただきます。いやでも久保さんが出たら面白いですね。面白くないですか？人生一回ですからね。なんか久保さんはちょっと今やっぱ隠居生活して、なんかそのアグレッシブさが自分の中でもちょっとね、マンネリ化してる部分もあるんじゃないかなって思うんで、どうですか？マンネリ化してません？多分。多分ですけど、未だに楽しい部分はあるかもしれないですけど、一番初期の自由になれたっつってね、DVD 見てて、多分今 DVD 見てても面白いのは面白いかもしれないですけど、こう、なんすかね、この湧き上がってくる、なんすかね、なんて表現していいかわかんないですけど、なんかその昔の DVD 見て、このメルカリで買ってみても、なんか湧き上がってくるもんはないと思うんですよね、あんまり。なんすかね、なんだろうな、なんて言ったらいいかわかんないですけど。挑戦かな？挑戦っていうやつかな。挑戦っすか。DVD 見ながら挑戦するっていうのあんまないですよね。ロッキーとか見てたらね、スクールウォーズとか見てたらなんか、ああ、みたいなね。でも一番いいのっていうのは自分が挑戦してるとき、頑張ってるときじゃないですか。大変なところはありますけどね。でも、なんか、そういうところがやっぱ人生のその、価値というか、いろんな生き方があるんだけども、なんか挑戦しない人生なのか、挑戦した人生なのか、どっちが濃くなるかっていうと、多分なんかいろんなことに挑戦した人生の方が、僕は濃くなるんじゃないかなとは思いますけどね。ただ人それぞれの考え方があるので。いや、久保さんの中にね、麻雀店、ネットビジネス、政党っていうね、もう第二のホリエモンじゃないかみたいなね。そう。はい。頑張ってください。では。